あるちゃん、今日もなんかすごい可愛いね。ありがとう。うん、なんか特にそのふかふかのね。そう、うん、これはあの大阪の添右衛門町の南の、うん、あのハニービーかなんかっていう、うん、あのキャバ嬢とかが服とか買う店のコスプレの店でスカンクです。それね、最近のキャバ嬢はそういうのを被るのかな、大阪の。いや、ギャルです、ギャル。あ、ギャルとか買い物に来る感じ。アイラ用、アイラ用なの。でね、うん、よくね、あのリスナーの人からいくらすんのとか聞かれちゃうからさ、うん、ちょっと教えてもらっていい？12,000円。まあ、実物見た時に、うん、なんかすごい毛並みがいいなと思って、うん、でそれってそれだけで1万円なの？違う、あのセットで、あの、あ、はいはい、スカンクなの。あ、ちょっと高くはないか、全部セットだから、うん、うん、それだけだったら被り物だけで1万円だったら結構買うの厳しいよね。うん、うん、セットね、うん、うん、でもその足のやつとかもめちゃくちゃ可愛いしさ、うん、うん、で、じゃあちょっとあのそうね、ちょっと全部全身見してもらっていいかな。ちょっと待って、うん、これはこういう風に伸ばして着るやつだ、うん、それパンツ疑惑あったんだけど、どういうこと？なんか大阪でこういう風に、うん、これで歩いてて店パンが見えてたら、パンツ見えてますって言われたから、うん、ちょっと上に上げてショートパンツですって分かりやすくしようかなと思って。そうなんだよね、これさ、 YouTube でどう捉えられるかなんだよね、うん、この間さ、あのイエローバニーやったじゃん、うん、そしたら、なんかそのヌードという診断を受けたんだよね。それで収益になってないっていう、うん、うん、だからちょっと上半身だけね、うん、ちょっと今度カットしようかね、うん、はい、それじゃあちょっとドアップいきます。あの、このカラフルな髪の毛、これリスナーさんからもらったんだっけ、うん、なんかいつもより派手な濃い色合いだね、うん、うん、じゃあちょっとこのベルトとか、なんかシャネル、なんかバージョンアップしてない、あれ、なんか高級品になってない、全体が、うん、なんかさっきあのカバンとか見せてもらったんだけどさ、ちょっと写してもらっていい？うん、うん、はい、じゃあ写します。はい、見て見て、これ皆さん、なんかルイ・ヴィトンのことです、ルイ・ヴィトン、はい、これってあの何、男性ファンの人からもらった、女子わかんない、ちょっと、え、それまだ会ってないのに送りますって言って来たからさ、ツイッターの方に、家に、家に、ああ、こんな、なんか素敵なの送ってくれたんだ。そう、すごいね、これも可愛い、これはひろちゃんでもらった、ああ、なんかあのゲーセンで撮ったやつだっけ、うん、でも可愛いね、なんだっけこれ、チーカー、あ、チーカーってやつか、うん、ね、キラキラしててね、可愛いね。でね、なんだっけ、あと、あ、そうそうそう、イヤリング、あ、ピアス取っちゃったよ。あ、取っちゃった、ちょっと見せるわ。そう、なんか私アイラちゃんと待ち合わせた時にさ、シャネルのピアス、あ、すごい、ほら、このおシャネルでございますよ、皆さん、ほら、すごいすごいすごい、こんな大きいやつね。これは何、セットでもらったの？うん、ちょっと耳が拡張しそうだったからさ、取った。あ、ピアス、うん、あ、ちょっとそうね、重そう、重くなっちゃうかな、うん、そんな大きいとね。でもなんかいいもん買ってもらったね。うん、でも名前がわかんないんだ。名前わかんない、 見ないようにした、なんかその人が送ってきた家を、なんか家知られるのやかなと思ってさ、ファンの人でも、あ、だから名前とか見ずにそのまま捨てた、あ、箱とかは。いや、一応一応ほら把握しといた方がよくない？それはさ、まあいいや、さ、お礼のお手紙書いてもいいわけじゃん。そうか、うん、うん、まあ一応ね、どこの誰か得体が知れないっつうのもなんかね、うん、まあいいや、まあいい、いいわけ、うん、うん、よかった、アイラちゃんそういうのもらったの、アイラちゃんだからね、うん、うん、で、あとこれね、あのいつも、まあ、ネックレスがいつもこう、うん、何重にもつけてるよね、ちょっとこれね、イニシャルのやつね、これリアンでね、うん、お揃いなんでね、うん、ちょっとね、この何、虹色のやつ、これ可愛いでしょ、これもファンの人にもらった、ああ、直接持ってきたの？送られてきた。送られてきたの？うん、うん、あ、また別の人？うん、うん、なんかその見せぶら、今日の激しくない？だいぶ、そう、なんかトゲトゲがついてるじゃん、うん、ワイルドワンで買った。ワイルドワンってなんだっけ、歌舞伎町にあるアダルトショップみたいな。そうだよね、うん、なんか前、あその通りにあるやつ、うん、なんかすごいパンツとかあるやつでしょ、うん、でちょっと質問していい？全然関係ないこと、うん、そ
そのさ、なんかパールのパンツとか履いてたじゃん。見たの。いやだから昨日ね、なんか私あのロマンチャンネルだけ見てるからさ、うん、そのなんかさっき見たの。え、見たよ、なんか。そう、見ちゃったの。あ、見えてないよ、実物は。本当隠してたんだけど。え、まだ履いてるのそれ。履いてる今日も。なんかだってさ、それってさ、あの勝負したりとかじゃないの、普通に考えて。そうだけど、うん、別に勝負したりってわけじゃなくて着てるけど。なんでそれを普段の平常な時に着るの。なんかそれいつも臨戦態勢ですみたいなやつ。そう、うん、なんかあずれたみたいなこと言ってて、ってえみたいなさ、うん、でこれパンツじゃないんだよね、本当はね。何がそれね。パンツに見えるけど、ショートパンツ、ね、うん、ショートパンツ。これカットかな、 YouTube だとね、うん、パンツだって言われてさ、うん、なんか怒られそうだからさ。なんかじゃあね、あのこのなんだっけ、さっきのさ、動物のスカンクだっけ、うん、こう黒と白がこうなってんだよね、ここね、うん、なんかすごいね、これね、鎖がジャーって出ててさ、結構派手かもね、これね、うん、足元こうなってる。あとね、指輪、そう、この指輪をどこで買ったのかって聞いて、これあのあそこで買った、なんか、うん、アルタの近くの、うん、なんかショップにこういうなんか可愛い指輪がいっぱい売ってて、うん、買った。そう、これ可愛いねとか言ってる人がいてさ、うん、なんか結構ファンってジロジロ見てんだよ、ちょっとね、詳しいね、そのファンの人、うん、そう、私なんかそばで見てんのに、私、うん、私も気づいてない時ある。いや、私は見てんだよ。だって配信しようと思ってるから。うん、でも、それでもちょっと見落としてるのを、逆にリスナーの人が、それどこで買ったのって言って、うん、ああ、それは気づいてなかったみたいなのがあって、うん、そう。だから、時計とかもね、この間。時計壊れちゃった、あれ。あれ、テムで買った？テムじゃない、ドンキで買った。あ、ドンキなんだ。テムじゃないのとかいう、なんか調べたのかしらね、コメント入れる人がいて。あ、じゃあ、あれ、ドンキで買ったの。うん、うん、じゃあカジュアル時計ってやつか、うん、壊れちゃった。うん、そうそうそっか。うん、じゃあね、もう時計いくつ持ってる？時計もう、うん、だって前家引っ越した時、あの、うん、あの家大阪にあったけどさ、勝手に処分されちゃって言ったじゃん、うん、だから一からさ、買い出したからもうないよ、一個の、うん、あ、そうなんだ、うん、これから買わないかも、うん、でも今いっぱい服あるんでしょ。すごい服ある。あちこの居場所がない。週刊ハチ公物語。皆さんこんにちは、ハチ公です。ここだけの話だけどさ、実は僕の家アイラの洋服だらけなの。寝る場所がないんだよ。シクシク。大好きなアイラだけど、さすがに僕は怒ったんだよ。そう、だから私、アイラちゃんに預かってくれないって言われた時に預かってあげたかったんだけど、私、ほら、あの花のことやってるからさ、うん、家に花材がいっぱいあるから、花のね、要は。だそことかでいっぱいになっちゃってるから置けないなと思ってさ、うん、でも、どんぐらいあるんだろうね、あの引っ越すときね、うん。もうちょっと、いらないものとかさ、見とかないとさ、うん。でも、引っ越しとかどう、今の感じだと。どんぐらい先になるような予感がする。あと1年ぐらいかかるんじゃない。ああ。うん、じゃあ1年は私で配信してるって感じか。あのどっかちょっと行こうっていう予定、あの計画あるんだよね、自分たちね、うんうん、だからちょっとあの他のとことはちょっと違うことするから、うんうん、ちょっと見ていてほしいよね、うん、そうだね、うん、この間のねメイク動画がすごいなんか じりじり回ってて、うん、どんだけこうなんか人気あるんだって感じになるじゃんね、うん、最初ね、あの、まあ、1万ぐらいザーって行って、うん、そしたら、ちみちみこう、回ってて、うん、今ちょっと3万7千なって、それでもまだ動いてるからさ。うん、だからあの、メイクを知りたい人がね、うん、多いみたいなんで、じゃあ今日も、あの、なんか服に合わせたメガネでしょ、それ。うん。だからちょっと語っていただきたいかなと。うん。まずファンでは、あ、じゃあちょっとさ、ごめん、あの、その被り物取った方がよく見えるかな。ちょっと待って、固定をするから。ドアップ、ドアップ。あ、ごめんね。じゃあちょっと。じゃあ、アイラちゃんのドアップで。ファンデは、ケイトの、うん、あの、一番5番の濃いやつ、あの、クリームファンデとパウダーファンデ。え、また黒くなるやつですか？そうそう、それで、
で、まずアイホール、うん、まあ、白っぽいのを塗ってピンクのキラキラのやつと、うん、でアイシャドウはビセの茶色いやつを塗って、うん、でアイライナーはヒロインメイクで引いて、うん、で下はタトゥー、なんかタトゥーみたいな、なんか消えないってやつ、それをなんか K ファレットかなんかワンでワン、うん、なんかわけわかんないけどそういうやつを白いの塗って、その上にペリパラのピンクとキラキラのを塗って、でアイシャドウ、アイシャドウじゃないわ、あのつけまつけて、うん、でチークをドンキで買ったチークをこう引いてピンクっぽいやつ、うんうん、でそこにあのハートのシールを乗せて、うん、終わり、うん、口紅はビセ、うん、ピンクのやつ、そう、あのこの間びっくりしたのは圧倒的な速さだと思う、うん、でちょっと糸ワップをちょっと外でするんで、はい、ね、はい、こんな感じでちょっとここキラキラしてて綺麗だね、目の下とかね、うん、であるじゃん、眉毛はお肌が綺麗になってる、眉毛、うん、ん眉毛、あ、眉毛じゃない、ごめん、あのお肌、うん、うん、うん、ポ、なんだっけ、ポトックス、あ、ちょっとあのボトックスやったり、ちょっとプチ整形した、うん、肌の、肌のプチ整形っていうのがあるの、肌が綺麗に見えるように、ああ、じゃあちょっと注射をして、うん、なんかちょっとふっくらして可愛いよね、なんか、うん、このほっぺんとこがさ、ちょっとこの角度から撮ろうか、うん、絶対、まあ、みんなジロジロ見たいからあるじゃん、羨ましいかみたいなこと言いながら撮影します、はい、そこを右の角度でこうね、で、あとはね、あ、そうだそうだ、お腹の、大事なお腹のこと言わなきゃ、うん、そうそうそう、ポトックスの、さっきポトックスの話私としたじゃん、うん、で、さっきなんかお腹の話をさ、なんかちょっと、何でお腹の話って、なんかしてるって言って、あ、美容クリニック、そう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 、あの、サクセンダっていう注射、うん、サクセンダっていう注射してるの、うん、うん、なんかすごいへこんだよね、眉毛、そうだよね、うん、だいぶ痩せてきた、うん、あともうちょっとだよね、うん、うん、こんな感じでね、サクセンダは医療ダイエットで使用されています。注射タイプと飲むタイプがあるようですが、調べると少し効き目に差異があるようです。薬なので薬機法の側面からこちらで詳細はお伝えできませんが、利用したい人はきちんと医師と相談されることをお勧めいたします。うん、だいぶへこんだね、うん、毎日自分であれやってんの、ん、でもさ、あれって怖くないの、針とかつの、うん、怖くない、ちょっと怖い時もあるけど、うん、でもあゆちゃんほら針打つ話するとなんか違う話とかね、誤解されるかもしれないけど、そうそうそう、うん、でどこに打つの、お腹にぶつって、お腹に打つ、うん、うん、糖尿のなんか病気みたいなのと一緒だよね、うん、お腹に打つのね、うん、